おはようございます。パラレルです。さあ、今日はカルビーの2022プロ野球チップス第3弾を5袋開封したいと思います。ということでね、久しぶりにね、ちょっと遠くのコンビニに行ったらですね、置いてありましたんで5袋だけ買ってきました。それでは、スタートです。ほんと第3弾はあんまり開けてないので、はい、行きたいと思いますね。まずは、じゃん。お、安楽投手。そして、お、島田海里選手か。はい、こんな感じです。じゃあ2パック目。よいしょ。お、ライオンズの愛斗選手ですね。裏は、大瀬良選手。はい、こんな感じです。はい、じゃあ3パック目。せーの、ドン。お、スターカード出ましたね。裏は、お、東浜投手。では行ってみましょう。サイン ついてますか？あー、ついてない。じゃあ4袋目です。大貫投手もね、クライマックスではね、いい投球はしましたね。お、中日の星野仙一さんの、復刻カード。裏は岡本選手ですね。では、サイン入ってないか。はい。入ってませんが、もうね、星野さんのね、持ってますんでね。これがね、サイン入りがね。まあね。はい、じゃあラストになります。よいしょ。お、上原投手、二刀流ですね。そしてまた島田海里選手でした。ちょっとね、ダブってしまいましたけど、なかなかいい引きだったんじゃないでしょうか。キラが2枚出ましたからね。はい。ということで、ね、まあ、カルビーも今年は終わりかな。これぐらいでね。また来年もね、楽しめるようなカードを作ってもらいたいもんですね。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思われた方はグッドボタンを、また開封動画、紹介動画を見たいと思いましたらチャンネル登録をしていただき、次の動画をお待ちいただけると嬉しいです。動画のコメントもね、お待ちしております。それでは、さよなら。